それではこれから UI と UX、 スマホアプリのデザイン論というテーマで話をさせていただきます。初めにちょっとアイスブレイクっぽいこと言わせていただくと、一応今回の UI と UX 2つテーマを用意したんですけど、UX の話ばっかしていて、ちょっと時間足りないな、どうするかなと思ったら、先ほど柳原さんの発表で UI っぽいことすげえ触れてくれたんで、めっちゃありがとうございます。楽になりました。というわけで、内容に入っていきます。自己紹介ということで、今回発表させていただきます亀山雄介と申します。2013年にユーザー系の SIR に入社しまして、以来 3D 計画系システムのコンサルティング、プロトタイピングなんかを主に担当しています。で、横文字使ってみたんですけれども、実際には文系、しかも文学部の出身でして、プログラミングの経験はまだ2年と少しくらい。ただ家でも何か作ってみたいなということで、前回からこの勉強会に参加させていただいて、 Swift と X コードを始めたっていうような感じになっています。で、会社で使っているのはこの辺、 Visual Studio とか Team Foundation Server、 C Sharp みたいな、かなりマイクロソフトが中心の内容になっています。で、簡単に今作っているアプリだけ紹介させてください。今ランニングアプリなんてものを作っていて、本当はここでこの発表会で紹介できればかっこよかったんですけれども、ちょっとあまり開発がうまく進まず、まだ画面遷移の設計と、あとはクラス設計とかのアーキテクチャ周りの設計に着手したようなレベルになっています。いつかお見せできたらいいななんていうふうに思ってます。これがメインイメージですね。で、今回のプレゼンのテーマとしては、スマホアプリのデザイン論みたいな超大見え切った内容にはなっているんですけれども、主にこのユーザーエクスペリエンスって何なんだっていうことをちょっと考えていきたいと思います。なんで結構関連的な話になっちゃって、すいません、 Swift と X コードって言葉もうこれから出てきません、ごめんなさいってことなんですけれども、結構自分自身が仕事で UI とか UX 作っていて、でもお客様デモを作ることが多いんですけれども、それで使いづらい、なんだこれって言われて、結構初めの頃へこんだりもしていたんですよね。で、そういった中で自分なりに使いやすさってじゃあ何なんだよみたいなことを考えて、それで UX っていう言葉にたどり着きました。ですので今回はその UX っていう言葉について、言葉というか UX っていうものについて、いい UX、いい UI っていうのは何なんだろうっていうことをまず考えてみて、それで、どうすれば実現できるのかなっていう、ちょっとそういったあたりを考えてみたいなと思います。では本論の方に入っていきましょう。まずはじめに言葉の定義から簡単にさせてください。UI、UX とは何ぞやという言葉なんですけれども、これは皆さんもご存知だと思うんですけれども、一般にアプリ界隈で言いますと、 UI とはユーザーインターフェース、コンピューターと人間をつなぐ、これは分かりやすいですね。で、 UX という言葉はユーザーエクスペリエンス、これはアプリを通じて得られる体験なんていうふうに言われています。で、アプリというのはほぼほぼ必ずたくさんの UI がまとまってできたものですので、ちょっとカッコつけた言い方をすると、 UI の連続体から喚起される感覚みたいなことが言えるんじゃないかなと思っています。で、ちょっと難しい言い方をしたんですけれども、言い換えればこんな形になります。人間っていうのは必ず何かしらの目的だったり価値を求めてアクセス、アプリを使うことになりますね。目的っていうのは割と分かりやすいと思います。例えば朝起きるために目覚ましアプリをセットするだとか、カレンダーアプリを使って予定を確認するみたいなことですね。で、あとはそのゲームとか暇つぶし用のアプリなんてのは、それ自体に目的はなくても楽しさだったり面白さっていう価値があるので、そういった部分を求めて人間はアプリを使うっていうような流れになっています。つまり、ここの目的や価値にアクセスするための出入り口になるのがユーザーインターフェース、そこまでの道のりっていうことがユーザーエクスペリエンスっていうことが言えるんじゃないかなと思っています。で、こんな風に構成されるUX なんですけれども、その価値はますます高まっていきますよと。そもそもコンピューターって一昔前は今みたいな画面っていうのは存在しなくて、あってもせいぜいコマンドプロンプトみたいな CUI がほとんどでした。で、それが初期のマッキントッシュであったり、あとは何でしょう、Windows 95からですね、どんどん GUI が普及していくことになります。で、そうなってくると人間って結構わがままな存在なので、もともとこれが便利だなと思ったものが当たり前の世界になってくるんですよね。でもうどんどん今何でしょう、誰に説明されなくてもブラウザの操作なんてみんなほとんどできるのと同じように、使いやすいっていうのはこれからも当たり前の世界になっていきます。というわけで、だから皆さんもほとんどの人がスマホを使うようになっているんですけれども、だからこそ我々開発者にとっては、画面設計の難易度っていうのはどんどん上がってくるんじゃないかななんてことを考えています。で、こんな風に散々 UX が UX があってどうしようもない上司みたいなことをたくさん言ってきましたが、じゃあいい UX ってなんだってことについて考えてみたいと思います。個人的な考え方で、異論ある方すごく多いと思うんですけれども、アプリの世界ではいい UX っていうのは3つのレベルに分けられると思っています。まず一番初めに普通の使用感、これは当たり前というか何の工夫もないという形なんですけれども、とりあえずアプリで実装されている機能について、最低限それにアクセスするだけの、画面遷移が設計されている状態。
で、これがもう一個レベルが進むと、ちょっとあの極端な言い方になっているんですけれども、取説不要のデザインっていうことがあるんじゃないかなと思っています。で、まあ、本当極端な、極論みたいな感じになっちゃってはいるんですけれども、これってあの個人的にはすごく重要なことと考えてます。まあ、同じような機能だったり、同じようなアプリって、今本当山ほどある現状の中で、あの使いにくいアプリってもう誰も使ってくれなくなっちゃうんですよね。で、まあ、どんなにいい機能があったとしても、そもそも使い方がわからなければ、ユーザーっていうのはそこにも使ってくれませんし、あとはおまけにユーザーは本当にわがままな存在なので、あのチュートリアルすらもうみんなほとんど使わないと思うんですけれども、嫌がるっていうことがあるかと思います。で、まあ、毎日山ほどアプリがリリースされている、まあ、今日みたいな時代だからこそ、アプリでまあ固定客をつかんだり、たくさんの人に使ってもらうには、まあ、アクセシビリティの提供って書いてあるんですけれども、わかりやすいアプリを作るってことが、まあ、かなり大事なんじゃないかなと、個人的に思っています。でも、そこのさらにレベルが上がると、体験の付加価値化なんてことがあるんですけれども、やっぱりいい体験には、その人ってのが集まってくるものだと思っています。まあ、その UX、体験自体が類似のアプリとの差別化につながっていって、あの比例して多くのユーザーを獲得できる。まあ、ここまで来るともう相当高度な内容になってくるかと思われます。で、具体的に言うとなんですけれども、あの、このあたりって Facebook がすごく気を使っていたりするんですよね。あの、Facebook って SNS で言うとあまり先発な方ではないんですけれども、あの、あれって使ってる人はわかると思うんですけど、投稿に対して Twitter みたいに全てあの投稿を羅列するんではなくて、人気の投稿であったり、そのユーザーが見る範囲の中で重み付けをして、内容にメリハリってすごくつけられています。あとはそのスマホ用のクライアントを使うと分かるかもしれないんですけど、ロール更新がものすごく早かったりと、まあ、直接的に機能の部分でどうこうっていう話よりかは、この非機能的な部分でものすごいこだわりっていうのが明確でしています。まあ、正直あの SNS ってもうあまり機能的な部分で言えば頭打ちだと思っているんですけれども、あの Facebook がシェアがでかいので、こういったまあ非機能的な部分へのこだわりがかなりあるんじゃないかなと個人的には考えています。で、まあ、ただここの内容になってくると、さっきのレベル2の内容を十分にできるエンジニアが人間工学をしっかり理解して、かなり変質的な努力によって成し得るみたいな超レベルが高い内容になっていますので、まあ、今回のプレゼンではこのレベル1の状態からレベル2に持っていくには、まあ、どんなことを考えていかなきゃいけないのかなっていうことについて話していけたらなと思っています。というところで、まあ、生かした UX の目指し方ということで、まあ、とにかく UX の難しいのって個人的には何が正解なのかがわからないっていうことだと思います。そういったもの、そういった、まあ目標を困難、達成困難の目標を達成、すいません、達成困難な目標を、まあ、アプローチするためにはどんなことを考えていけばいいのかなっていうことについて思想的な部分を簡単にご紹介したいと思います。で、すいません、具体論に入る前に一般的にそのインタラクションデザインみたいな世界で言われている UX を構成する5つのレイヤーということについてちょっとお話をさせてください。あの、当たり前の話なんですけれども、アプリっていうのは必ずあのプロジェクトのゴールであったり、あのディベロッパーのモチベーションによってあの開発がスタートします。それがまあ一番のストラテジーというレイヤーになっていて、じゃあ、まあそのアプリではどんな風な価値をお客さんに提供するのか、あるいはユーザーのニーズ、市場にはどんなものがあるのかというところをこのスコープのレイヤーで決定する。で、そういった価値に対してユーザーにどんな風にアクセスしてもらうのか、ユーザーフローの定義をストラクチャーレイヤーで行う。で、ここで定義したユーザーフローを、まあ、画面遷移に落とし込んでいくというのがスケルトン。で、そこをさらに最後 の, あの UI デザインになるというのがサーフェイスというところで、まあ、やっぱ X コードを使うのがこの辺の世界からなってくるのかなと思います。で、あの、図にある通り、ユーザーっていうのはこの一番下のサーフェイスのレイヤーから上の、目的に対してアクセスする形になるんですけれども、個人的にすごく重要だと思っているのは、私たちデベロッパーっていうのは上のやつを順番に理解していって、最終的にここに落とし込んでいくっていうこのレイヤー構造の意識ってやっぱりすごく重要だと思うんですよね。ということで、まあ、特にあのさっき説明した取説風のデザインを目指すっていう上では、このストラクチャー、スケルトン、サーフェイスのレイヤーっていうのがかなり重要になってくるので、まあ、主にこの2つ、ストラクチャーとスケルトンについて話してみたいなと思います。ではまずはストラクチャーレイヤーのコツというところで、ここの段階ではユーザーフローの定義、まあ、どんな風にユーザーがアプリを使っていくのかなということについて考えていくことになります。で、そのアプリを使う目的、そのお客さんがアプリを使う目的ってのは、あの一つであれば分かりやすいんですけれども、あの難しいのってこれいくつも目的があったりするんですよね。例えば私が今作っているランニングのアプリなんかで例にとっていても、ただ単に走った記録をするだけではなくて、消費カロリーを測りたいとか、あとはまあ日々のレコードどれくらい速くなったとかな、自分みたいなことを見たいとか、あとはまあ自分の速度を見たいって結構いろんな目的ってのがあったりします。で、これに対しても自分自身が開発者が欲張って何でもできますよっていう風なアプローチの仕方をしちゃうと、お客さんっても何をしたらいいのか分からなくなってくるっていうことが結構大きな問題であったりもします。というわけでここではまあ時には断捨離する勇気を持つってことが一つ重要なマインドになってきます。
で、まあ何が必要で必要じゃない機能なのかっていうのを考えるときには、まあやっぱ大事なのって、まあ根本的な部分なんですけれども、要件定義からユースケースを考えてみるっていうのが結構有効なアプローチだったりもします。で、まあ今回はちょっと時間がないので、名前の紹介しかできないんですけれども、このユースケースの作成をより工学的な手法として規定したものに、まあそんなシナリオ法なんてものがあります。これを使うと結構システマチックに必要な機能、不要な機能の取捨選択ができますので、まあ僕なんかも結構仕事の方では使ったりはしていますね。で、今、ストラクチャーレイヤーの方で、作成したユーザーフローの定義をいよいよ画面線の設計の方に落とし込んでいきます。まあ、それがスケルトンレイヤーという形ですね。ここでまあ気を配らなければいけないのは動線の意識ということです。やっぱりいいデザインって迷いが少ないものだと僕は思っています。なんでまあお客さんに対して我々がすべきことっていうのは最短距離でまあそのアプリの目的っていうのを提供してあげるんだよということを思っています。まあ最短距離なんでまあなんて言うんでしょうかね、まあ、ゴールってのはもちろんアプリを使う目的という形になっているんですけれども、まあ、一番早くそこにたどり着けるっていうところは、まあ、お客さんにとっても自分がアプリを提供する目的を、まあ、ウィンウィンの関係で達成できる一番いい距離っていうのをここで考えなければなりません。でまあ、ここでもやっぱり目的っていうのは一つではないんですけれども、提供する何を自分自身がこのアプリで売りにしていきたいのかっていうところを明確に考えていかなければいけないので、まあ、目的も全て同じ重要度なのではなくてそこにグラデーションをつけるっていうことも大事なマインドなんじゃないかなと考えています。ですみません、最後のストラクチャー例はちょっと時間がないので簡単に紹介させてください。同じような内容なんですけども、プロタイピングツールを使うのは便利ですよっていう方で、まあ、さっきの紹介はなかったんですけども、個人的には Google の Pixiate なんかを使っています。まあ、割とサクサク無料で動いて、あとはまあサンプルが多いので勉強も結構簡単なんじゃないかなと思っています。であとはここで作ったものはぜひ人に見て評価してもらってほしいと思っておりますね。とまあ、いろんなことを言ってきましたが、まあ、そもそも UI を考えるとは何なんだろうなっていうと、まとめ、それっぽい言葉でまとめてみます。まあ、何が正解なのか誰にもわからないというところで、まあ、正解らしきものっていうのをさっき のストラクチャーレイヤーであるとか、スケルトンレイヤーのあたりでしっかり考えてみましょうと。でまあ、無駄に作り込むのことが正義ではない、切り捨てることだって時には重要で、まあ、この2つを達成する上で、さっき紹介したような工学的なアプローチなんかも有用ですっていうのが、今回私の発表で一番言いたかった内容になります。でまあ、最後に参考文献だけ紹介させてください。さっきは名前だけしか出せなかったペルソナシナリオ法なんですけれども、ここの URL に貼ってある PDF が結構内容よくまとめられていたので、まあ、もし興味がある方いましたら参照にしていただければなと思います。あとはフレッシュトラックスというサイトで、これはまあ UX のあるべき論であるとか思想的な部分が結構載っているので、記事として結構面白いです。でまあ、あと Pixiate とさっき言ったようなところですね。まあ、あとちなみに今回その結構変なスライド作ってみたんですけども、これプレジっていうウェブアプリケーションを使ってみました。まあ、ご覧になって分かる通り、キーノートだったりパワポとはまた結構違った使用感になっていまして、まあ、あまりフォーマルな発表では向かないかもしれないんですけれども、まあ、今回みたいな飛び道具的な武器としては結構いいんじゃないかなと思っています。結構使い方というか作り方に始め癖があるので、もし興味があって使ってみたいよっていう方がいたら、この後黙々会とかその懇親会の時間にでも私の方に話しかけていただければなと思っています。すみません、いろいろ駆け足になってしまったんですけれども、以上で私の発表を終わりにしたいと思います。ご清聴ありがとうございました。